8月13日、上海の空はシナ砲弾の輪が警戒陣殺到に明けたり、隠人もはやその局に達す。ここには陸戦隊は勇躍出動、断固要潮の任務につかんとす。命令一課立ち待ちを起こる自動車の轟音、烈烈の息点を突き戦わざるに既に敵を飲む。ああ盛んなるからは海軍の花、陸戦隊の出動。時に13日午前9時、大上海ついに放出動して消火に努め。 弾丸浮きの艦、14日敵機が投じた焼夷弾のために、市内上海爆撃を敢行。これに対しては勇敢なる陸戦隊砲隊は一斉に痛烈なる火蓋を切り、敵機装甲機車の石油タンクが発火、黒煙もうもうと。 目をかすめて飛来せる敵機は遥かの上空に現れ、